ボタンをピンクボタンを長押しして、はい、メニューに入ります。メニューに入る。でドライバーモニタリングシステムを選んで、ドライバーモニタリングシステムを選んで、はい、選択して、選択して、はい、次はユーザー登録のレジスターユーザーボタンで選択する。選択、はい、で5人まで登録できるので、はい、まあ、5つ枠がありますけど、はい、まあ、空いてる4番にじゃあ今回登録する、はい、また選択する、はい、でシートとミラーのポジションを合わせてください。シートとミラーのポジション、はい、はい、ここで設定した位置を記憶させます、はい、で記憶、でカメラがここにあるので、あ、カメラの方 ここに、はい、それがカメラです。カメラの方に顔を向けといてください、はい、で笑っても大丈夫です。大丈夫です。で真正面向いてください。はい、これで登録できます。どっかに出ないんですか？で、写真とか。それはね、さすがにあの、個人情報でもあるので、顔そのものを録画してるわけじゃないです、はい、なるほど。顔のパーツをデータ化してるだけなので、顔が登録されてるわけじゃないです、ね、じゃあ今私のデータがここに入ってるわけですね、はい、でここで、まあ、あの名前を打ち込んでいけばできるんですけど、はい、先ほど言ったアイコンっていうのがこの一番、ごめんなさい、これで、じゃあ Y だけとか入れてもらおうか。はい、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってくださいね。これ文字はどこに出てくるんですか？これがですね、はい、まあキーボードがないので、おこうやって地道に選んでいくしかないですね。 A から、はい、はい、じゃあ Y でイニシャルを入れておけば、しかも Y 最後の方だし、はい、はい、でこれ であとはこのアイコンも、うん、アイコンも選べる、はい、でアイコン、あ、ラブ8個あるので、はい、ラブがいいですか？ラブで、じゃあ、はい、じゃあこれで選んで、はい、でセットにすると、はい、これで OK、 Y で登録されています、はい、これで私また新たに乗り込むとこれになるんですか、はい、じゃあ一旦スイッチを押して切ってもらっていいですか、スイッチ消して、じゃあ乗り込みます。お、グッバイ、グッバイ Y、 うん、おじゃあ乗り込みます。ちょっと一旦閉めて、はい、それでもう登録ができているので、はい、ちょっと動かしとかないと、あ、そっか、動いてくれない、はい、なるほど。ミラーも、はい、あえて変えて、この位置にしておいて、はい、で乗り込みます。座って閉めます。あれ、あ、来た、あ、ハローワイ、おー、本当だ。シートの角度も高さもミラーも調整されました。という感じです。